はい、まず本日のイベントご登壇された感想を教えていただければと思います広瀬さんからお願いしますはいそうですね毎度この地域の,の発表会はいろいろ試してみたりとか1人でやったりとかしてたんですけど今回その楽し,さ楽しかったプラスリカちゃんがいてくれたのである意味心強くなんかフラフな気持ちで参加させていただけていろいろお話もできて嬉しかったです。 はい、井原さんお願いします、はい、あの私もすずさんとご一緒できたのもすごく楽しかったですしあの本当に現場であのこんなに盛り上がるっていうぐらいあのチェキを使ってみんなで盛り上がって撮影してたのでなんかその魅力とかもあの一緒にお伝えできたのがすごく楽しかったですすありりがとうございままでは2つ目の質問に参ります。 リンク2をですね実際どのようなシーンで使ってみたいですかこちらもあの一人ずつお伺いできればと思います広瀬さんからお願いしますやっぱり友達とこうどっかでお出かけしたりとかする時が一番いいのかななんて思っていたんですけど私も現場の人気者になりたいと思い <laughs> 現場に持っていこうと思います <laughs> はいなりますあのリンク2があればみんな近寄ってきてくれてさら, <laughs> さらに人気者になる でも楽しそうです現場の人とこう距離が近くなってこうまたなんかチーム感が出るときっと作品にはすごくいいことだと思うので,、うん、でリンク2の力を借りて <laughs> 盛り上がる現場になったらいいなっていう願いも込めて持っていいこうと思います私もなんか今日みたいなあのなんかこうイベントだったりとかこう テーマパークとか,なんか遊びに行った時とかに友達と一緒に撮ってなんかその日の記念にするっていうのもあのチェキのこう元々の楽しさもありつつなんかまた違った魅力で思い出を残せるんじゃないかなと思ってどっかお出かけに行った時にまた使ってみたいと思います。す。ありがとうございまででは3つ目の質問です。 えっと本日は七夕ですけれども、あのお二方、この夏やりたいことは何かございますでしょうか？お伺いできればと思います。広瀬さんからお願いします。この夏そうですね。なんか？美味しい。ふわふわのかき氷を。わざわざこうお店に行くっていうことをしたことがなくて、本当デザートで出てきたかき。氷とかまあ、ちょっと帰り。 アイスとかなんかデザートにこだわってお味しいこうお店に行って並んででも行って食べるっていうのはいつかしてみたいなと思っていたのでなんか今思いついたのはん今年行けたらなというか行ってみたいです行って食べるっていうことをんかこう行列のお店食べ,食べれたぞっていう自慢にもなるのでなんかそういう。 ちょっと楽しいことで思い出で作れたらいいなと思いますね。私はあのずっと言ってた事務所の運動会。<laughs> <laughs> なんかみんなで、ねね、そうな、ね、の運動会したいねっていう話をずっとしてて <laughs> なんかまあ、ね、いろんなのが重なってできてなかったんですけどなんかちょっと涼しい日を探してね。 ドッジボール大会とかもなんかやりたい、ね、みんなで動くやつをちょうど話してたんですよ<う>皆さんと <laughs> そうなんですだから事務所のみんなで <laughs> 暑い夏引っ飛ばすぞぐらいの気持ちで運動会とかできたらいいなと思います <laughs> ありがとうございますでは最後の質問になります会、えー、中ですね井原さんからサプライズの演出がございました、えー、広瀬さんにまずお伺いしますプレゼントをもらっていかがでしたでしょうか いやこんなに忙しいのに6時間もこんな私に使ってくださって本当申し訳ないなって思いつつリカちゃんご本人にもリカちゃんの絵欲しいってちょっと本当失礼ながらちょっとバカな顔して言ってみたら実現してくださって本当に優しいなっていうのと素直に嬉しくて。 もうちょっとゆっくり一人でこっそり見たいと思います <laughs> 一人占めしたいと思いますありがとうございますでは飯原さんにお伺いします、えー、どのような思いを込めてその絵を描かれたのかお伺いさせてくださいあの 絵を描いて SNS に上げるたびにあのメッセージをくださってよ <laughs> しつこいんだよね私が初めて言ってもらった時はあなんて優しいんだろうと思ってあのでも本当に欲しいかどうなんだろうと思ってたんですけど何度も言ってくださったのであ誕生日の,あのタイミングでお渡しできたらなと思ってあの今までで一番緊張しながら。 あでも楽しみながらなんか小数さんのイメージだったり私の中のイメージをちょっとこうあの絵にかけたらなと思って今回お渡しさせていただきました嬉しかったです喜んでいただけてはいありがとうございますではい